アルセーヌ・ルパンはフランスの小説家モーリス・ルブランが発表した推理小説、冒険小説アルセーヌ・ルパンシリーズの主人公である回答及びシリーズの総称。日本では慣例としてルパンと訳されているが発音としてはルパンが元々に近い。20世紀初頭の翻訳ではルパンと表記されているものもある。アルセーヌ・ルパンシリーズは1905年から 四半世紀以上にわたって執筆されたフランスの人気小説にしてルブランの代表作である。前期の作品では、神出鬼没の怪盗紳士アルセーヌ・ルパンの話がメインだが、中盤はドン・ルイス・ペレンナの愛国冒険者、後期は探偵ジム・バーネットなどの探偵者、本名ラウールの名を用いた。 恋愛冒険者になるなど、バリエーションが豊かで前期の作品と後期の作品では、それぞれ、趣も異なる。真摯にして、冒険家。変装の名人で、いくつもの変名を持つ。貴族の上官や、資本家の邸宅などを襲い宝石や、美術品、貴重な家具などを盗んでいく、大胆不敵な、大泥棒。また、脱獄の名人でもある。一方、 善良なものを助ける義族の性格も合わせ持っており、虐げられた婦人や子供にとっては、頼もしい保護者となる。多くの女性に惚れ、また彼も多くの女性を虜にしているが、作中に描写される限りでは浮気はしていない。しかし、彼と深い仲となった女性の多くは、様々な事情で短命であったため、結果的に多くの女性と恋愛をしている。親日家であり、 ルブランが執筆した当時、欧米ではあまり普及していなかった柔道など武術を心得ている。また、怪盗シンシルパンでは日本には絶対に行ってみたいとも話しており、日本を古い古い神秘の国と評している。なお、作者ルブランといつ頃知り合って電気作家に任じたのかは不明。ルブラン本人は短編集怪盗シンシルパンの第6話、 ハートの7で作中に初登場する。ルパンがルブランに、第5話、王妃の首飾りを語るのはこの後のことで、作品は時系列順ではない。変装はルパンの代名詞の一つであるが、原作のルパンの変装は、アニメなどで表現される、顔全体にマスクをかぶるようなものではない。その多くは、メイキャップや服装を変える程度で、せいぜい、 パラフィンの皮下注射で皮膚を膨らませる科学的な薬品で髭や髪の毛を伸ばし声を変えるダイエットをするアトロピンを転換する程度であるそれよりもルパンが重視するのは仕草や歩き方表情や話し方などを変えるといった突出した観察力から生まれる俳優としてのスキルであるまたルパンの服装のイメージとしてシルクハットと 夜会服にモノクルというものがある。が、意外にも原作の本文中にはそういう描写は全くない。このイメージはラフィット社からルパンの単行本が初めて出た時に表紙などのイラストがこのスタイルで描かれたことが原因で広まったらしい。このあたりの事情はシャーロック・ホームズにおけるインバネスコートに鹿打ち棒のイメージルフのケースと同様である。 ラジオドラマ、ペギー、新アルセーヌルパンと出会うはミステリー研究家のフランシス、ラカさんによって、未知のルパンタンとして存在が公表されたものだが、その後の他の研究者によってそれが、基地の短編のラジオドラマ化シリーズの一編であり、他二編が、アルセーヌルパンの逮捕、エメラルドの指輪などすでに知られた作品であること、また、当時の出版物などの記述から、単に、ネリー、 アルセーグル,ルパンと再会数の語植であることが明らかにされた。ルパン最後の事件は単行本化の時に連載中の一章が欠如した状態で出版されており、また、息子のクロード・ルブランがこの作品の復刊自体を拒んだことから、モーリス・ルブランの著作権保護期間が満了する2011年以降まで完全版が出版されたことがなかった。本作は1八十二年に、 改正者、坂木原構造役版が出版されているが、該当箇所が欠如したわけとなっている。なお、2003年韓国で出版された、アルセーヌ・ルパン全集では、欠如部分を補ったものになっている。ルパン最後の恋は、近年、ルブランの伝記を記したジャック・ドゥルアールの調査によって、そのタイプ原稿が発見され、フランス本国では2012年5月、日本では、 同年9月に刊行された。ルパンタンは主に冒険小説として見られ、ともすれば、高等無形とすら取られるが、作中で使われているトリックは、後のミステリー小説でも何度も型を変えて使われ、続けている。特に短編には、推理小説として、本格的なものも多く、発展賞収録の水瓶のトリックや、テレーズとジェルメールの密室トリック、 雪の上の足跡の足跡ト,トリックなどはミステリアンソロジーにも何度も収録されている。第1話のルパン逮捕されるからして呪述トリックやクローズドサークルものの元祖の一つとも言える。また、祈願城や太陽の戯れなどのように暗号を扱った作品も多い。推理作家であり、推理小説評論家としても名高いエラリークイーンはクイーンの定員と呼ばれる。 古今東西の推理小説編で、ルパンシリーズより、回答新シルパンと発展賞を取り上げ、特に発展賞については、ほとんどすべての批評家から、探偵、ルパンの最良の見本をいくつか含んだ事件と折り紙を付けられた短編集と非常に高い評価をしている。上記のミステリーとしての評価とは逆に、冒険、電気ロマンとしてのルパンを積極的に評価する立場もある。特に、 ルパンシリーズを通読すると、ルブランの歴史趣味を多分に感じることができる。女王の首飾りでは有名な首飾り事件が密接に絡み、祈願城では、鉄仮面、マリー・アントワネットやフランス革命ばかりか、カエサルやシャルル・マーニにまで言及されている。カリオストロ伯爵夫人、ジョゼフィーヌ・バルサモは、詐欺師であり、怪人物として知られる、カリオストロ伯爵。 ジュゼッペ・バルサモの娘として設定され、その作中では、シャルル七世の愛称であったアニエス・ソレルの故事にも触れられている。その他上記の類の例は、短編から813などの長編まで、埋挙に暇がない。また、30関沖島では、ブルターニュ地方を舞台にした、ケルトの土族、ドルメン、ドルイド像などの電気ロマンとしての雰囲気作りが、おどろおどろしく、 ルパン作品の本案も手掛けた、横溝聖史の、極門島、八つ墓村などへの影響が感じられる。ルブランは、ポーや、コナンドイル、ルルーと同じくミステリー作家の元祖であるのと同時に、もしくはそれ以上に、三重史、鉄仮面、モンテクリスト博などを表したアレクサンドル・デュマの、警譜の作家の末裔であるとも見られるのである。過去の歴史的事件だけでなく、 ルパンタンは、当時起こった歴史的事件とも大きく関わっている。アンベール夫人の金庫は当時実際に起こった、詐欺事件、水晶の線では当時フランス政界で起こったパナマ、運河義国事件がモチーフになっている。また、813、オルヌ艦上の謎、金三角、三十関桶島、虎の牙の一連の流れでは、当時の世界史上の一大事件であった第一次、 世界大戦が大きな舞台となっており、作中でルパンが征服し、フランスに上渡したモーリタニアは、この時期にフランスが獲得したアフリカにおける植民地の一つである。また、不仏戦争でドイツ領となっていたアルザスロレーヌ地方についてルパンが第一次世界大戦の勝利によってフランスに戻ってくることを喜ぶ描写もある。 当時最先端の科学技術も現れるや、否や、すぐさま作品に登場する。第一話、ルパン逮捕されるで重要な役割を担った、無線電信は当時実用化されたばかりの最新技術である。遠隔地への通信に、電報や電令を利用することが多いホームズに対し、ルパン作品では、電話が頻繁に登場する。辻馬車を愛好するホームズに比べルパンは、 自動車やオートバイを愛用し、果ては潜水艦や飛行機まで積極的に利用する。いずれも登場作品の数年前に開発、もしくは実用化がなったものである。また、キュリー夫妻のラジウム、放射能研究の成果も作品に取り入れられている。日本では現代、主人公の名前、本の内容を日本的に翻訳することがあるため誰がいつ、 初訳したのかは特定することは困難である。フランス語をあえてカタカナ表記する場合、現在の監修では、ルパンはデュパンとされることもあるが、それほど外来音に馴染みのなかった時期に日本に紹介されたこともあって、命名者は不明ながら、昔からアルセーヌ・ルパンとして紹介され、親しまれてきた。現在でも、東京草原社他一部を除いて、表記としては、 アルセーヌ・ルパンが主流となっている。役者、星野達夫が以下の通り翻訳した。星野達夫はこの後も何度もルパン全集を手掛け、日本のルパン翻訳史において長い間スタンダードの地位を保つことになる。星野の日本語題があまりに見事だったため、現在の各社から出ているルパンシリーズの日本語題も星野分けに習うことが多い。昭和年代になり、 南陽一郎が児童向けに本案。また、南は別名、池田信正名義でも、アルセーヌ・ルパン全集、全20巻を翻訳している。また、役者、詩人の堀口大学が新調者より、以下の通り翻訳。2006年現在においても最も手に入りやすい、ルパン全集となっている。改正者から、複数の訳者により、原文に忠実な翻訳で、 シリーズ全作品を網羅した全集が刊行。現在最も完全な全集として番を重ねている。またこの全集には、ルパンシリーズに入らない、ルブランの他の著作も5冊別館として組み込まれている。ルパン生誕100周年を機に、役者、平岡篤氏が同年フランスで刊行された、ルパン全集を手本に、早川書房の早川ミステリー文庫から新役を刊行。 2005年8月、カリオストロ伯爵夫人から観光開始。当初は、ルパンシリーズ全21作を1年に2冊、10年計画で観光予定で、観約の文庫版としては最新わけであり、シリーズ全作を網羅する予定であったことから、初の文庫版観約完全全集になることが期待されていたのだが、順調に観光されたのは2005年9月。 回答新シルパン、2006年5月、祈願場までで4冊目となる、追晶の千の観光は2007年2月にずれ込み、5冊目として、ルパン、最後の恋が2013年5月に観光されたが、それ以後の観光予定はなく全約計画は中絶された。役者、佐々木模作が以下の通り翻訳した。また、昭和年昭和年、石川 井上伊佐による東京草原社アルセーヌリパン全集全12巻が現在の草原推理文庫版の元となった。曽根本吉役祈願城ではアルセーヌリパン表記となっている。回答新シルパンの中の短編、遅かりし、シャーロック・ホームズでは、かの名探偵シャーロック・ホームズと対決させたが、コナンドイルの厳重な抗議にあったため、ルブランは遅かりし、 シャーロック・ホームズを含め次の、ルパン対、ホームズ以下一連の作品では、ホームズの名前をアナグラムにした、ハーロック・ショールメスという別人にした。またワトスンは、ウィルソンという別人にした。海外小説作品日本の小説作品、若い頃のジバコが、ロールパンと出会うエピソードがある。漫画作品原作の漫画家は省略。ゲーム作品、アルセーヌルパンの物語を前提として、 その子孫を登場させた作品も存在する。作品によっては、初代ルパンも登場する。設定などは、本作品を踏まえていないルパンという名称のみの、流用作品。シアタードラマ式中組特別公演、日本青年館1987年10月8日から25日、パルコ劇場初演イルカソン大西田前、他に0十八年一月三十日、日に、 日ウッディシアター、中目黒翻訳、構成、脚色、演出小林秀武、イルカ団。イルカ団。プレゼンツレイタタタット、モーリス・ルブランとして、ウッディシアター中目黒で上演。イソーニャは、モーリス・ルブランが書いた、唯一の長編劇曲、アーセンル・パンを翻訳、脚色して、日本初上演。EN プリズンは、アルセーヌル・パンシリーズ第一作。 ダレスタシオン・ディ・アーセン・ルパンと、第2作、アーセン・ルパン・アン・プリズンを原作にしたオリジナル脚本。イソーニャ・ EN ・プリズン、2019年1月29日、日に、3、日ウッディ・シアター、中目黒翻訳、構成、脚色、演出小林秀武、イルカ団、イルカ団、プレゼンツレイタタタ,タット、モーリス・ルブランとして、ウッディ・シアター中目黒で上演。 ルルトゥール D は、イーディスエーユークーデシーニュ、l e l ゥールデ D アーセンルパン、L.A. モークイローデを原作とし、イクロリシーは、L.E. ボーチョンでクリスタル、L.A. コムテスでカリオストローを原作とした、オリジナル脚本。ルルトゥール D、イクロリシー2020年1月28日、日に、に、日ウッディシアター、中目黒翻訳、構成、脚色、演出小林秀武、イルカダン、 イルカ団、プレゼンツレイタタタット、モーリス・ルブランとして、ウッディーシアター中目黒で上演。イズ・セルナーは、L.A. ファム・オド・セルナーと、レセプテンバー・でカーを原作とし、V.S. ギャナマードは、ビクター、L.A. ブリゲード問題名を原作とした、オリジナル脚本。イズ・セルナー、V.S. ギャナマード2021年1月19日、日一、二24日ウッディーシアター、中目黒翻訳。 構成、脚色、演出小林秀武、イルカ団。イルカ団。プレゼンツレイタタタット、モーリスルブランとして、ウッディーシアター中目黒で上演。LA ダメブロンド、LA ランプジューブ、ハーロックショールメスアーブトラップタール3つの作品を原作としたオリジナル脚本。ありがとうございます。